430万円に上る借金トラブルの話が尽きない小室圭さんですけども、中学高校の学費は1200万円と高額がかかっているにもかかわらず、まだ400万円の問題が解決していないっていうのは疑問があると記事になってましたね。そうですね。結構学費はすごいですよね。高いですね。まあ、中学校、高校だけで学費が1200万かかってるってことだよね。かかりすぎですけどね。本当に。で、小学校もこれ、私立というかね、国立音楽小学校なんで、はい、普通の小学校よりもね、全然、普通の小学校は金かかんないからね。でも本当、金持ちじゃないと、こんなね、いけないですから、そう普通は、ね、どうやってお金工面してんのっていう話ですよね。まあ、小学校もなんか確か年間60万ぐらいかかるとか言ってたんちゃうかな。だからまあ6年間で400万近くね、かかってるやろうし。はいはいはい。まあ、400万とまあ、中高でも1200万かかってるんであればね。でなんでなんかちょっと貧乏というか、父さんも早めに亡くなってお母さん一人で息子を育ててるというような形で言われてるのに、まあ、別にまあ貧乏ではないでしょうけどね。父さんが横浜の市役所かな勤めてるから、そこまでね、あの貧乏な家庭ではないと思うんですけども、はいはいはい、まあ一般よりもまあ裕福な家庭ではあるんでしょうけども、でもちょっと身の丈には合ってないのかなっていう感じもしますけどね。この金額とかだけ聞くと。そうですね。この辺のお金をどうやって工面してたのかと。で、まあできてたのに今この430万円の借金トラブル。で、これお父さんかなんかだったら10歳やからね。小さい時に。だからもうその、小学校の時にお父さん亡くなってるのに、中学校、高校と学費が高いところに行って、普通であればね、大黒柱が亡くなったらね。確かに。で、これ10歳の時にお母さん働いてませんからね、小室佳代さんは。専業主婦みたいな感じだったんですね。そうです。だから、その状態で働いてないのに私立に行かしてますからね、中学校、高校とね。はい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 。で、しかも小学校はお父さん亡くなってかわいそうね、みたいな感じで、UI 書いてた頃から奨学金を120万ぐらい出してるんちゃうかって言われてるし。これお父さん10歳で亡くなったけど、すぐに入ってきてるってわけではないんですもんね、その亡くなったことによる。そうですね。中学校もそんなお金かかるところになぜ行けたのかという。まあ一応そのお父さんが亡くなって、その1週間後に、まあおじいちゃんが自殺して、まあその、まあ、遺産を孫である小室圭にも引き継ぐ権利あるやろうって感じで脅して5000万ぐらい取ったって言われてるんでね。じゃあその5000万で中学は工面できたと。そうですね。でもまあ高校も高額かかってますしっていうところですよね。まあ中学校高校も1200万かかってますね。あ、でもまあその5000万があれば中高はとりあえず回りそうな感じもしますね。まあ生活を切り詰めていけばというか。そうですね。そこは回るけど、今の400万ぐらいの元旦那さんとのトラブルは解決すぐできないと。まあそれでね、自宅のマンションとかも俊勝さんが亡くなったからマンションも払う必要なくなったんで、まあ自分のお金になるっていう形でね、資産になるんで、はいはいはい、まあそういったのもあるし。ただまあそっからもね、大学とかもお金がないからっていうことで奨学金制度で融資をもらいながら524万ぐらい借りてるらしいですからね。お金がないっていう形で奨学金を利用して入ってるんでね。だから5000万あったんであればね、お金がないことないと思うんやけども、そこでないって言って入ってるわけだから、その割にはなんかすぐに返せたなっていうのが不思議なところあるんですけどね。奨学金を借りるときって、はい、別に証明っているんでしたかね。そのお金がないですよっていう証明というか、その例えば貯金額とかそんなのはいらないんですかね。その、まあ、別にいらないですね。あの借りるって感じなんで、そういうことをする、ね、お金ちょうだいってことじゃないんで、ただにしてってことじゃないんで、ちょっと返済はせなあかんよってところで入ってるわけだよね。それこそ変な話、夫が亡くなってって母親一人ってなったらもう誰でもっていうか、まあそうですね、お金がないんで貸してくださいみたいな感じで奨学金制度で。なんかよくね、ビジネスとか例えば事業をやってる人とかは、はいはい、手元にお金がどれだけ残ってるかによって勝負できる確率がすごい上がるから、例えばお金借りれるんであればお金を持ってても借りた方がいいと。で、後々ちょっとずつこう返していくっていう形を取った方が可能性が広がるという感じのことは言われたりするんですけど、はいはい、もしかしたらその貯金はある程度あったけど、まあ、借りて後からちょっとずつ返す形にしようみたいなので借りてるのかもしれないですね。よく言えばですけど。まあただね、そっから婚約内定会見が行われてから、そっからフォーダム大学行ってますからね。普通はそのお金借りないと大学行けませんっていう状態で大学行ってるわけなんですよ。はいはいはい。で、大学終わってからこれから返済しなあかんなっていう時に、今から3000万かかるフォーダム大学行けますみたいな感じでなったらね、いや何してんのって感じで。そうですね。で、しかも結婚しますって言ってからフォーダム大学行きますって感じで、普通はね、無職ですけどもっと高級取れそうなとこ行くためにちょっとフォーダム大学行きますわみたいな感じで、はいはい、まあ一応まあパラリーガルとして奥の総合法律事務所には入ってる状態では行ってるんで、あ、まあ一応働いてる状態っていう感じではあるんですよね。まあそこから奥の総合法律事務所からお金を借りた状態で行ってるって感じなんだね。フォーダム大学っていうのは
オンラインでの授業というか、今コロナだからっていう感じですかね。そうですね。だから言うたら、まあ、ニューヨークにいなくても別に変な、日本でオンラインでその授業したり試験したりもできるんですよね。そうですね。で、ちなみになんかこの国際基督教大学の時には、テレビ朝日のアナウンサースクールみたいな感じのアスク養成コースとかも3ヶ月間受講してるらしいですね。アナウンサーになりたかったんですかね。いや、アナウンサーナンパしたかっただけでしょ。めちゃくちゃチャラいじゃないですか、ね。要はだから、その時には、別にマク様をゲットできると思ってなかったから、まあ金持ってそうな人をナンパしようって感じで、で実際になんか他の元彼女とかもかなり金持ちだったみたいだからね。どうなんですか。クレジットカード貸してみたいな感じで、なんとかしてカードを奪おうとしたみたいですけどね。え、それは何ですか。元彼女から情報が漏れてるんですか。そうですね。すごいですね。お金に関してはなんか貪欲というか。そうですね。それは金かかってますからね。彼女のクレジットカードを貸してとかなかなかね、眞子様と本当に出会ったのが歯車が動き出したというか。でしかもその大学、まあ、フォーダム大学とか行く前も、行く前とか今も行ってるのか、まあ、一応一橋大学とかの夜間大学とかにも入ってますからね。一橋大学とかまあそれでもそんなに高くはないんですもんね、授業料だとか。まあ年間53万ぐらいで、学費が28万とか、そんな感じですね。ああ、入学金が28万とか。ああ、はいはいはい。今4年間で200万とか、そんなもんかな。まあまあ、でも言ってね、そんなも合わせていくとすごいお金かかりますし。そうですね。フォーダム大学も全米屈指の高い授業料で、アメリカでも20位ぐらいの高い高額の。まあ一応、小学校から大学までで、まあ最低でも5300万円ぐらいがかかってるって言われてますからね。すごいかかりますね。そうですね。まあ遺産5000万プラス、まあ保険金とかも入ってきて、まあそれプラス遺族年金とかで、まあただまあ、小物計算だけはそれでやりくりできますけどね。まあまあまあ、確かに。ただ、そんだけ金遣いが荒い小物佳代さんなんで、小物佳代さんとかのファッションとか見ても、結構なんか、ネットとかのコメント見ると結構金遣いが荒そうやなって感じの、それであればね、そんだけ小室圭さんだけに金かけてたらお金がなくてね、質素な生活になっちゃうかもわかんないけども。確かに。まあ結構派手な感じでね。あんま金ない人がサングラスなんかしないしね。しかも、なんか小学校の時小室圭さんが、なんか周りの友達のお母さんとか保護者の方からのなんか証言で、はいはい、小室圭さんお母さんのことをお母様とかって呼んでたっていうなんか。ああ、そうですね。お父様、お母様みたいな感じで言ったみたいな、ね。そこも金持ちじゃないとそんなことありえなくないですか。いや別に金持ちじゃなくてもね、なんかあります。うん、ただお金持ちどうこうよりもちょっとおかしい家ですよね、普通そういうのは。確かに確かに違和感ですよ、お父様お母様って呼んでたら友達が、はいはい、育てられ方もおかしかったのか、不思議な家族というか。ちょっとでも眞子様もちょっとなかなか気づかないってところでね、一応なんかその眞子様の話としては、皇室ジャーナリストの人が言うには、まあ、同じ皇族のね綾子様が結婚した時に、まあその人はなんかお見合いやったみたいだから、まあお見合い婚ですかみたいな感じで、全時代的ですねみたいな感じで、あ、私とケイ君のような愛の形を知らないんでしょうねみたいな感じで、赤ちゃんは作れるのかしらみたいな感じで、まあ話したってことで、あんまりその辺がね、ちょっと本気でこういうことを言ってるのかどうかは分かんないですけども、まあ少なくとも眞子様が恋愛結婚にこだわってるのかなってところで、まあ見合い結婚のことは絶対にダメだって感じで、その時に自分で発言しちゃってるから、もう小室圭さんとの結婚を逃したら、もうあとは見合い結婚しか残されてないだろうし、確かに、まあ、その辺で自分で見合い結婚のことを全否定したから、何としても小室圭さんのこと嫌いでももう結婚するしかないやみたいな感じで、自分で自分を洗脳しちゃってるのかなっていうのはね、あるのかもわかんないですけども。確かに圭さんとこれもし破談になって、はいはい、次の彼氏ってやった時にもう周りが用意しそうですね、これ同じこと繰り返せれんわっていうことで。まあね、それもあるし、ねえ、まあ、それしかなかなか難しいでしょ。なかなか今から出会うっていうのもね、なかなか一般の人がね交わる人じゃないですか。まあね、小室圭さんと眞子様って、はいはい、どれぐらいデートっていうか合ってるもんなんですかね、そのこの8年間9年間付き合ってますけど。ああ、一応なんか毎日なんかネットとかでね電話してるんちゃうかみたいな感じでは言ってましたけども、あ、その辺がねどうなんか分かんないですけどね。直接どれぐらい合ってるんかなっていうところで、いや直接はね、あの3年間日本に帰ってないんで、少なくとも3年間は会ってませんね。なんか濃厚な時間を2人で過ごす時間が長くないと、やっぱりこう付き合ってても見えないことって多いというか、だから眞子さんもこの圭さんのことあんまり知らないというか、長いけど付き合ってるのは。ただまあ毎日ね連絡してたら、そんだけね情も出てくるのかもわかんないし。やっぱ難しいとこですね、この結婚の話は。成立しないと思うんですけどね、なかなか普通は。まあそもそもね、その皇族と結婚しようとしてる人がね、なかなか結婚する前に弁護士つける相手なんかいませんけどね。そ
そうですね、うん、もうなんかやばい人やから弁護士ついてるわけでね、普通はそんな自分に結婚する人がね、はい、弁護士通してくれなんか言いませんからね、まあこの辺がそもそもおかしいんちゃうかなと思うんですけども、ちょっとこの辺に関してはね、どういうふうに感じたのかよかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録もしたら登録の方もお願いします。よろしくお願いします。